よち妻のパーソナル TV ステーション。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。そして雨が降ってきたので地下鉄に乗りました。駅で歌を歌っている人がいたり、楽器を演奏している人がいたり、とても面白かったです。ロンドンでは地下鉄のことをチューブと呼びます。ロンドンの日常が乱れたような気がしました。雨が降る中、公園へ行ってみました。都会の公園です。リスがいました。美しい公園でした。最後の電話、作詞よち妻。今火をつけてしまったよ。君の電話番号を書いた紙を。もうこれでまたかけたくなっても思い出せない限り避けられないと告げた。幸せな君との時間がある夢の君の部屋のある場所あたりへは、もうこれでいつまでも行くことを立つことになってしまうと告げた。君は愚かな僕のこの考えの後で沈黙のままになっていて、その時していた電話の受話器をどうすることもできなくなっていた。心から染み渡る寂しいドラマチックな夜、都会の部屋と部屋で起きていることだ。そして君に僕は言ったんだ。その電話の時に、最後の好きですを。その瞬間だけは冷静さがあった。その夜だけは少なくとも僕らは恋人のようだ。現実的な色と光と過去と騒音で、機械仕掛けの動きで生活が動いていく一瞬の時だ。さあどうするよ。僕だって絶対にこの電話を切ってあげないよ。君があとこの電話を切れるのかを確かめるだけさ。意地悪にね。都会の時と時、生まれ変わってくる次の時間の君と僕を、さあさあどうするんだ。さあさあどうするんだ。終わらない夜、
始まらない夜、グレーな時間が過ぎる前に、今僕たちは恋人という関係で成立しているのかを確かめようとしていた。愛せない君に愛している僕がいて、さあどうなるんだ。そしてホテルに戻りました。次の日です。3月の23日、ユーロスターに乗ってフランスを通ってベルギーに行って、ブリュッシェルからまた列車に乗ってモスクワに向かいます。イギリス、イングランドのロンドンからユーロスターに乗ってブリュッシェルに向かいます。ここはビクトリアステーションでございます。ホテルの前でございます。ここにバスで来て、この駅からユーロスターに乗ります。綺麗な新しい駅ですね。この列車に乗ります。これからユーロスターに乗ってドーバー海峡をくぐってベルギーのブリュッシェルに向かいます。フランスを通ドーバー海峡をくぐってフランスを通ってベルギーに入って首都のブリュッシェルに向かいます。ここはフランスですね。綺麗な田園風景が広がっています。だんだんベルギーの首都ブリュッシェルに近づきつつあります。こういう色の列車が多く走っていました。ここはブリュッシェルの駅でございます。よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。